どうも、お久しぶりです。いや、すいません、ちょっと間が空いちゃったんですけど、ポケモンをやってて、カビゴにホスダっていう名前をつけて一緒にカレーを食べたりして遊んでました。すいません。なんで、まあ、前回がそのカビゴンの話が終わったので、まあ、今回もまた7話目なんでカビゴンの話を聞いていきたいなと思います。6人目の話が終わったけれど、一向に7人目が訪れる気配はない。室内は重苦しい空気に支配された。なんか久しぶりだな。なんかポケモンという陽気なゲームやったから、こんな陰気なゲームやるのも新鮮だな。皆さんどうやら7人目は来ないようです。7は集まってないけどいいのかよ。まあごもっともだよな。まあそうだよな、放課後だもんな、大体こういうのやってんのって。あんまり遅くなってもな。あの坂上くん、はい。声のした方を振り向くと、細田さんが何か言いだけな表情で僕を見つめていた。何ですか細田さん。坂上くんもこのまま 7話が揃わないと困ると思うんですよ。そこで提案があるんですが、これからこの学校のトイレ回ってみませんか。すごい提案してきたな、お前。トイレですか？やだよ。突然の細田さんの提案に僕は戸惑ってしまった。何が楽しくてトイレツアーしなきゃいけんだよ。僕の表情を察したのか、細田さんが慌てて言葉を付け加えた。いや、変な意味じゃないですよ。変じゃない意味のトイレツアーって何なんだよ。この学校には怪異が多い。とりわけこの学校のトイレの怪異の数は尋常じゃないです。そう。やっぱいろんなトイレにもあるんだろうな。その清潔のトイレにはやっぱ怪異は少ないんだよ。はあ、学校のトイレを巡ったらもしかしたら何かしらの怪異に遭遇できるかもしれませんよ。やだよ、そんな学校。僕が返答に困っていると、進藤さんが口を開いた。いいんじゃねえの、こうして待っててもしょうがねえしよ。有料トイレとかはやっぱ少ないだろうな、会議が。わかりました、行きましょう。行くんだ、トイレツアー。うわぁ、学校の校内新聞7話目がトイレツアーってのもな。どうなんだろう。廊下はもう日が傾いてることもあってが、薄暗くひんやりしている。あ、でもなんかすごいな。今までその、新聞部の部室で感じしたんだけど、今回校内回るのか、ちょっとワクワクする。うーわーうーわー、ちょっと今回これはボリューミーかもしんねえな。どうしよう。じゃあ1階のトイレ行くか。1階のトイレ行ってみましょう。1階のトイレだね。じゃあ北側のトイレから回ってみよう。いやもう俺、着てた反転脱いだもん。落語家が枕の話が終わった後に本題に入るかのように、反転を脱いで今腕まくりをしたの。よし、やってやるぜ。1階の北側のトイレに着いた。トイレは特に何の変哲もない。まあ一発目はな。確かにここは冷気も薄いですから。やだな、冷気が濃いトイレはどこなんだろうな。坂上くん、実はここが僕のお気に入りのあのトイレなんですよ。あのとは何だ。ホスワさんが言った。あ、ホスワさんのお気に入り、確か別の世界へ行ける不思議なトイレだっけ。あ、これもしかして6話目とつながってんのか。ホスワさんの言う通り、別の世界に行くなんてできるんだろうか。あ、これもしかしてホスワの話に関係して話は変わっていくタイプか。じゃあ夜泣き石とか
そういうタイプの話を聞いてから7話目行くと夜泣き石とつながるってこと？え、すごいな細田の話。え、じゃあ前回の結構俺が好きだった話の続きは聞けるってこと？そうだ、坂上くん、せっかくだから僕のお気に入りの通りに入ってみませんか？え、じゃあ異世界ワールド行けるってこと？アルファ世界線の細田に会えるのか？はあ、え、ちょっとテンション上がるな。面白そうだな。わかりました、入ってみます。本当かい、嬉しいな入ってもらったらこのトイレのやつが絶対分かってもらえると思いますから。細田は将来 TOTO とかのそのトイレの会社に入った方がいいだろうさあ僕たちは邪魔にならないように一旦外で待っていましょう。ああ、一人ずつなんだ。まあそうだよ、ぎゅうぎゅうだもんなこれ何が正解なの？ある程度5分ぐらいトイレの中にいたら終わりなのこれって。うん、細田さんの言うように不思議な感覚は起こらない。やっぱり違う世界にいるなんて細田さんの妄想だったのかな。パラレルワールドか。もしその世界が本当にあるのだとしたら、違う世界の僕は一体どんな感じなんだろうか。まあやっぱ一度は想像するよな、違う世界の俺。あ、それにしてもやけに眠い。今日一日いろいろあったからな。あ、初めて任された取材なのに結局7人目は来なかったし、僕って運がないな。やばい、これは坂上くんもトイレの中でトラックに引かれるぞ。わ、転生かこれ。は、いけない。少しうたた寝をしてしまったようだ。一体どれだけ時間が経ってしまったんだろうか。僕は急いでトイレを飛び出した。お、坂上ようやく出てきたか。あ、変わってんのかえ、しゅうこちゃん遅いよ、待ちくたびれちゃったよ。しゅうこちゃん、福沢さんは一体何を言ってるんだ。坂上さん、まだこれから他のトイレを見に行くんでしょう。早く行きましょう。坂上さん、岩下さんまで奇妙なことを言っている。おお、あ、女の子になってんだ。へえ、まるで僕が女の子みたいな言い方して。え、どんなんどんなん、見して見して。僕が言うと今度は他のみんなが目を丸くさせて僕を見た。まさか本当にトイレで入れ替わっちゃったのかい。ああ、A 世界の坂上修一くんと B 世界の坂上修子ちゃんが全く同じタイミングで細田の話を聞いたパラレルワールドのトイレに入っちゃったんだ。で、入れ替わったんだ。あ、じゃあ外見じゃなくて中身が切り替わったんだ。へえ。じゃあ修子ちゃん側も今は坂上修一くんの体に入ってることは。あ、そっちは男子トイレ。え、見たい見たい。あー、いや、かわいいな、かわいいかわいいあ、すごいな、ちゃんと秀一くんのテイストを残しつつ女の子だもんな。あー、いいじゃんいいじゃん。なんかすげえ自責に全く違う女の子かと思ったけどあ、すごいな、この絵僕は自分の顔に手を当ててペタペタと触ってみた。なんかその、さくらんぼの髪飾りというかさ、ゴムがまた芋っぽさがあるよな。なんてことだ。いやでも、坂上修子ちゃんは多分、二十歳を超えると可愛くなると思うんだよな。今はまだ芋っぽいけど。女の別世界の自分と入れ替わってしまったんだ。ああ、自分がもし女の子だったらっていう世界線か。ああ、そう。まあ、なんとなく分かったな。
なんか6話目とかのホスラの話に関係してエンディングが変わるんだけど、まあ、そこまでがっつりと内容が出てくるんじゃなくて、まあ、おまけ程度にちょっと話が追加される程度なんだろうな。じゃあ2回行ってみるか。案外早かったかな。そういえば、俺が好きなトイレが、トイレじゃねえ。とうとう、ホスさんのことをトイレ言ってしまった。トイレが好きな、女の子がいて、で、トイレがそのままストーカーしてたっていう話があったんだよな。で、それが中高者だったんだよ。中高者すごいな、坂上くん。あ、でも、この話を6話目に、そのストーカーの話を持ってこないと見れないのかな。うん、この時間に旧校舎に行こうなんてなかなか根性がありますね。そうだよね。いやー、日も傾いてる頃だもんな。怖いな。さあ坂上くん、どのトイレを見て回りましょうか。うわー、ボリューミーだね。あれ女子トイレだったよな。3階か2階だったよな。確か2回じゃなかったっけ、うん、これはトイレの中央に古ぼけた小学生の女の子が持つようなアニメのキャラクターの書かれたバッグが落ちていた。なぜこんなものがここに。他で見れば何ともないものがここでは広く不気味に見えるのはなぜだろう。そりゃ不気味だよ。トイレにキャラクターバッグ落ちてたら。他に特に何もなく僕たちはトイレを後にした。普通、カバンに興味持つだろう。中身は何だろうとか、何が、なんでこんなところに落ちてるんだろうとかないの？嘘？あ、でもなんかホスワの話であるんだろうな。アニメキャラクターのバッグがトイレに落ちるような話が。それと繋がるんだろう。おう、ただお、なんだかここだけ妙に寒くありませんか。そう、このトイレだけなぜだか妙に寒いのだ。お、ひんやりというより刺すような冷気があたりに充満しているような。確かに寒いけれど妙な冷気は感じないな。変な感じを受けるのは僕だけだろうか。なんだかここにいると不安になるような安心するような懐かしいような不思議な気持ちになる。どういう感情だ。坂上くん、もう行きませんか。時間も暗くなってますし。何これ、もう一回入ってみるか。そこはもう行ったじゃないか。他へ行きましょう。おーい、あー、そうか。じゃあやっぱり、ホスワの話を、いろんな話を聞いてからここに来ないとダメなんだな。だから今回見れるのはパラレルワールドの1階のトイレだけなんだ。そうか、大変だな、これ。じゃあ6話目のホスワの話を、いろんな話を聞いてからここに来ないとダメなんだ。そうか。じゃあ帰るか、今回は。坂上くん、もうちょっと見て回ってみませんか。いいよ。ねえ、もう疲れちゃったよ。時間ももう遅いし帰ろうよ。新藤さん、切れすぎだろ。まあそうだよな、全然楽しくねえもんな。ちょっとトイレ回ってみましょうよって言われて、放課後散々歩き回されて、トイレ見させられて、特に何もねえんだもんな。あ、二人にしないで。細田さん、僕らももう帰りましょうよ。分かったよ、残念だな。坂上くん、ちょっとトイレに行きたくなっちゃいました。行けよ。やだよ。
やだよ。我慢しろよ、帰るまでじゃあ。トイレに着いた。トイレ独特のアンモニアの匂いがするだけで、やはり特に変わったところはない。おや？見ると個室の一角は閉まっていた。ああ、そういえばさっきトイレを回った時も閉まっていた気がする。僕は閉じられたトイレが気になった。いいだろ、それは。めっちゃ長いのかもしれんやんけ。いや、気まずいよ。本当に中でトイレしてたら。いや、まあ、心配なのはあるけど、気まずいぞ。え、何だすんの、これ。そう、やめておいた方がいいと思うけどな。どういう顔なの？細田さんがなぜかにやけた顔で僕を見ている。ちょっと鼻撫でろうぜ。ん？その時閉じているドアの下側に目が行った。なんだか赤い液体がこぼれているのが見えた。まさかまさか。僕はゆっくりとトイレのドアノブに手を挙げた。あ、ドアノブなんだ。なぜか鍵はかかっていなかった。怖っ。おお、そして扉を開けた僕の目の前に広がっていたものを見て絶句した。そこにはかつて人間だった肉塊が転がっていた？この学校肉塊転がりすぎ。トイレなのか女なのかわからないほどぐしゃぐしゃになった人間のかけらがトイレの個室のあちらこちらに散らばっていた。そんな大きいのかトイレ。まるで何かの獣に食い散らかされたかのように。気持ち悪い。それは7人目だよ。7人目声も出さずに死にすぎだろ。結局誰だったんだよ、7人目は。7人目が来たらこの回が終わっちゃうだろ。僕はこの空間がとても好きなんだ。ずーっと終わらせたくなんかない。だからこんな7人目を兼任してお願いしたんだ。お願いって？振り向いた僕が見た細田さんの笑顔は、気味が悪いくらいの笑顔だった。気持ち悪いね。何をされたんだよ。お前すぐ意識遠くなるな。おお、終わりじゃねえんだ。僕は一体何をしていたんだろう。 なんだろう、酸素カプセルみたいな効果あるんだな、このトイレには。気持ちいいんだろうな、このトイレ。ああ、そう。そう。じゃあ前回気になったなんだっけな。懲りない男っていう細田の話があったんで、それを見てからちょっと斜めにしてみたんですけど、じゃあちょっと急降車行ってみるか。で、これ2階なのかな。そうそう、これこれこれ。ここは三上さんが倒れてトイレなんですよ。細田さんがつぶやく。そう、三上さんがそこの床でおがくずを口いっぱいに詰め込んで死んでたんです。まあこれによってだよな、多分。懲りない男っていう話は、この斜めのこの細田トイレツアーのこの小話をもって完結するんだろうな。謎が多すぎたもんな。そう言って、細田さんが指さした先におがくずのような粉がパラパラと散らばっていた。もうあるやん。三上さんは一体どこに行っちゃったんですかね。ねえ、三上さんの口の中になんでおがくずがあったのかもわかんないしの。まあ、このゲームでそんなことが明らかになったとは思えないけどね。ふわって終わると思うけど。坂上くんはなんで彼女がいなくなったと思いますか？さあ、なんでなんか僕にも、いや、かつお節かと思ったら、おがくずで喉に詰まらせたんじゃないですかね。僕が答えると、細田さんは悲しそうな顔をして僕を見た。そうですよね。それが分かったら誰も苦労しませんよね。僕だって犯人だって疑われないわけですから。
そうだ、坂上くん、三上さんを呼んでみませんか？え？ 三上さんの浮かばれない霊をここに呼ぶんですよ。浮かばれてる霊はどんなのだって。僕はね、わかるんです。ここは妙な霊気に満ちている。うまく言えないけど、人間のようで人間じゃない。他の生き物の塊のようなものがここに漂ってる気がするんです。じゃあそれ三上さんじゃねえよ。三上さんはきっとそれに囚われてると思うんです。おー。はあ。人間じゃない魂って一体何なんだろうか？トイレでな。わかりました。じゃあ僕たちはどうしたらいいですか？本当かい？いや、嬉しいな。じゃあ皆さんぐるりと輪になってもらえますか？手をつないで一緒に三上さんの霊を呼ぶんです。はあ、そんなことするのかよ。進藤さん、切れすぎだろ。優しいな、坂上くん。進藤さんもなんだかんだ優しいよな。ったく、わかったよ。三上さん、どうか出てきてください。もう宇宙人だもんな、呼び方が。本当に例の呼び出し方として合ってんのか？結構な割合出てくるだろ。輪になって呼ぶだけって。もう無理なんじゃないかな。そうだよな。僕がそんなことを思ったその時、僕たちが手を囲んだ中央に半透明の少女がぼーっと浮かび上がった。お、三上さんや。顔見えんけど。三上さん、会いたかった、会いたかったよ。教えてくれ、一体君は誰に殺されたんだい？細田さんが三上さんの霊に向かって叫ぶ。細田さんの声を聞いて三上さんは何か喋ってるようだったけれど、僕には彼女の声が聞こえなかった。三上さん、そうか、分かったよ。この校舎が、あいつらが君を殺したんだね。 ああ、何も聞こえない僕と違って細田さんには彼女の訴えが聞こえたようだ。これ絶対いいように解釈してるだろう。一体三上さんは誰に殺されたんだ？細田さんは何やらポケットをまさぐると一本のマッチを取り出した。 え、まさか。三上さん大丈夫だよ。こいつらを全部燃やしてしまえばいいんだね。こんな風にね。そして細田さんはマッチを起こすとあろうことか地面にそのまま投げ捨てた。 いや、燃えすぎだろ。 中華料理の床か。突然の行動に僕たちは目を疑った。踏めば大丈夫だろ。そんな油を敷いたわけじゃないし。投げ捨てられたマッチはちょうどおがくずの上に落ち、勢いよく燃え出した。ああ、おがくずがあったのか。まるで灯油でもかけたかのように火は一気に火柱を上げた。すげえな、おがくず。おい、お前何やってんだ。進藤さんが火を消そうと足で地面を蹴るが、どういうわけか火は一向に消えず、さらにその勢いを増していく。すげえな。お、叫び続ける細田さんを置いてトイレから逃げ出した。 僕も彼らに続こうとするが、規約としての責任もあるし、このまま細田さんを見捨てるわけにはいかない。責任感がありすぎる。僕は細田さんに声をかけた。細田さん、何やってるんですか？早く逃げてください。もう置いてけよ。あ、焼き細田。 見ると細田さんの足元から火が乗り移っていた。細田の丸焼きじゃねえか。けれど後ろから誰かに手をつかまれ、振り返ると火だるまになった細田さんが僕の腕をがっしりと掴んでいた。ひどいよ、坂上くん。僕たち友達じゃないか。藤原竜也。焼けこてた唇から呪いのような鳴き声を上げる細田さん。
掴まれた腕から僕にも火が移っていく。なんなんお前ら、オイルまみれなんか。そんなこんなところでグズグズと燃え崩れていく細田さん。僕の全身にも炎が駆け巡る。ああ、また意識しちゃったよ、こいつ。ああ。いや、謎が謎のままっていうね。まあ、やっぱり謎は謎のままっていうね。まあ、あの話は、じゃあ、中高者の悪い例が、やったってことなのかな。いや、俺的には絶対あれ、細田が犯人で、三上さんも細田が犯人だよって言ってるんだけど、その錯乱した細田が、ここにいる悪霊のせいだっつって火をつけたっていう話だと思うんだけど、まあこれは解釈は、まあ読んだ人に任せるパターンなんだろうな。いや、俺はもう犯人説をしたけどな、細田。まあ、じゃあしょうがないか。じゃあ7話目。まあちょっと、細田の話を聞いて、これ続き気になるなーっていうのがあったら、またトイレ2やってみるか。